おはようございます。えー、こんマスター、ま、とノーカットの編集でお送りしています、うん、1分間にく。今日も情熱から3年のニュースのトラガーから、えー、ロシアカウントダウン、ついに F16、実戦配備、えー、クルスク、このリンシュベルゴロドでもウクライナ軍がこの防衛戦突破、えー、この陣地、えー、造影の情報お、反ロシアハッカーにも、えー、悩まされるこのクレムリン局とです、ねえー、このゼネックス大統領も言ってますね。えーこの えー、この反撃ですねこの、えー、この北朝鮮のミサイル、そしてイランの射程等、ここに、えー、ロシアが外国の武器を持って攻撃しているのに、えー、なぜ、このアメリカ、イギリス、フランスその、えー、この西側はこの特にアメリカですね、えー、この、 兵器の制限に、えー、使用に制限、えー、をつけるか本当に、えー、まあど素人の私のあれでも本当にありえないことですね、えー、そういうことと思いますけど、えー、撤退すべきですねそしてこの、えー、特に、えー、このウクライナのこの民間施設またすべ、えー、ての攻撃をこのしてますけど、えー、この ウクライナあれですね。えー、は、この特にロシア。そういう戦闘機ですね。発着する。そういうミサイル、この元をた叩かなきゃいけないですね。航空基地、それを叩かないといけないですね。えー こういうことを感じて、この F16 ですね、それとこの爆、えー、撃、戦闘機ですね、この航空優勢をほとんど押さえつけなければならないですね、そういう特に85%、また90%近い、この種類によっては特に、えー、防空システムですね、特に、えー、超速いのがちょっと落ち落とせないみたいですけど、遅いのは落ち落とせるとか、また低いのは落ち落とせないとか、いろいろありますけど、詳しくは。 えー、説明は、えーえー、ちょっと控えますけど、えー、このウクライナ頑張ってますね。特に、えー、クレックス、そしてトネアのベルゴロドス州、トネツク南部、東部ではちょっと押されていますけど、引、え、く、ーまあ、ころは引いて、そして、えー、進行 あれですね、えー、チェーン戦術、えー、東部では本当にえー、まあ下がるところが下がって、防衛上ですね、えー、しっかり相手の戦術を、えー、削,っ削って削っていっています。はい、えー、この引き続き、常年つかさ、チャンネルのニースの動画をウォッチングしていきたいと思います。えー、このルシア、関東だ。ついに F16、実戦配備、クルスク州、ベルゴロドンでも、ウクライナ軍が防衛戦突破、えー、陣地沿いの情報、反ルシア発火にも悩まされるクレームに、えー プーチンの絶対この2014年始めたクリミア併合そして今回のこのドンバスのブーム戦争今回の全部戦争絶対にプーチンの力による現状変更を許すわけじゃいけないですねロシアのこの高額な目標ロシアを,を,を をプーチンを追い出して、本当に、えー、ロシアのこの、えー、経済、また軍事ですね、すべてをもう破壊し,して、本当にガタガタ、もう手,手を出せないようにしないといけないですね。はい、ウクライナにエコアレ、ウクライナに平和ですね、えー。引き続き、この常念司さチャンネルのニュースのトロガをウォッチングしていきたいと思います。えー、マスタートですまた聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願いします。次回の1分間にお別れをお会いいたしましょう。マス